で、どんな質問が多いとかってあります？ちょっと失礼します。すいません、ごめんなさい。全然、ボーダーコどリー。んな質問が多いかですよね。はい。質問的には、結構他タイプに、私はこう思うけど、例えば自分は F 型でこう思うけど、T 型の皆さんどうですか？とか、そういう違いについての結構個人的な質問だったりとか、はい。あとはまあ恋愛系の、なるほ好きど。なタイプの、好きな人が何々タイプだったんですけど、どういうアプローチがいいですかね？っていうのが結構多いかもしれないですね。っていうと、ちょうど当社にもですね、恋愛系の悩みがオンタイムで来ていて、INTP さんからですね、多分ね、これ男性なのかな？うちさんという猫2匹が写ったアイコンなんですけど、その方から INTP を自覚するものですと。SJ タイプの人たちは、どんな話題に興味を持ち、深い仲になるのは、どんなアプローチが効果的なのかを知りたいですと。はい。それを僕考えました。僕が考えるには、まあ、これあれです。模範解答ですよ。模範解答ですか？いつもこう狙ってくるじゃないですいや、全然もう、真面目に考えました。か。 はい。SJ タイプの、例えば、この INTP さんが、男性だったら、女性だったら、INTP の女性だったら、SJ の男性ですよね。だとすると、頼りになるなぁですよ。何かをやってもらって、それを言う。で、男性だったら、INTP が男性、女性が SJ の女性ですよね。だと、小津安二郎とか、黒沢映画の伝統的な映画でちょっと語ってですね、できるやつアピールですよ。で、俺は伝統を大切にする、できる男だ。っていうのを考えたんです。さあ、もうあと答えていただくだけです。ゆっこさんどうぞ。どうやって SJ タイプを口説きましょう？口説きましょう。いやー、でもお仕事頑張ってますアピールですかね。 やっぱり仕事を頑張ってる人を尊敬するのかなっていうイメージがあったりして。それは愚痴るなってことですね。どうなんだろう。 まあでも、愚痴りつつも、いやでも頑張りたいんだみたいな感じを出すと、あれなのかな。そうですね。確かにあんまり愚痴、仕事の愚痴、とうとうとしたらよくないのかなっていうイメージがありますけど、SJ さん。でも私ちょっと正直よくわかんないんですけど、あんまりSJ さんの気持ちというのは、私あんまり SJ さんたちはちょっと自分から遠いかなっていうイメージがあって、いつもこういう時はチャットの皆さんに、SJ の皆さん教えてくださいみたいな感じで投げちゃうんで、すいません。私なんか思います。SJ の人。まあ責任感じゃないですか。責任感。信頼と責確か任感に。です。信頼と責任感です。はい。だからちゃんとしてる。私はあなたのことをちゃんと思ってるみたいな話ですよね。真面目さっていうこ とでチすャラか？くないよっていう、まあ男の人が女性の SJ になったら、もうチャラくないよじゃないですか。大事でしょうはね。い。で、まあ逆も多分そんな感じだと思うんですよ。で、やることちゃんとやってるよ。仕事ちゃんとやってる。勉強もちゃんとやってる。備えている。備えてる。で、安心と安定ですよね。公務員、俺公務員みたいな。職業ですね。フリーランスはダメなんですフリーランスはダメですよ。ダメかどうかわかんないですけど、フリーランスでもちゃんときっちりやって、売り上げがこんだけ伸びてるんだ、みたいな。実際、数字があります と。数字、安定してるよっていう。確かに。はい。でね、僕今これ、すごい噛み合ってると思ってるんですけど、噛み合ってないっていうコメントがあると、めっちゃ落ち込むんですね。はい。はい。俺がちょっと、しっかりしてないばっかりに申し訳ございません。ね。